はい、皆さんどうもこんにちは。今回は健康に関する動画を撮らせていただきます。その中でもテーマは睡眠です。皆さん睡眠とか目覚ましにどれくらい気を使ってるでしょうか。まあ、昨今は論文とかメディアとかで睡眠の重要性っていうのが再度説かれているなと感じています。それもそうなんですよ。日本人って実は睡眠時間が世界的に見てもかなり低いですね。睡眠不足大国で言われています。なのにもかかわらず睡眠はかなり重要でありまして、例えば週に1時間だけ、睡眠不足を取ったとしましょう。それを1年間続けたらなんとですね、年収 5% 下がるって言われてるんですよ。まあ大体日本の平均年収から 5% 引くとなると17万円ぐらいの損失があるんで、ボーナスの半額ぐらい引かれるみたいな感じでしょうかね。要するに繰り返すんですけれども、週に1時間でも睡眠不足がたたっただけで、まあ、自分のパフォーマンスっていう面で17万円年間損失が生まれるっていうね、かなりとんでもない話になります。ということで睡眠に再度気をつけたいと思いますので、今回良い睡眠が取れるためのグッズを紹介したいと思います。それがこちらです。てってれってれーん、モーニングプラスという、まあ、簡単に言うとカーテンを自動で開けるロボットです。さらにレモンミニてってれってれーん、これはこのレモーニングプラスを自動で動かすための機械です。さらにてってれってれーん、Google ホームっていうことで、まあ、これは音ですね。音で制御ができる装置っていうのを紹介したいと思います。めっちゃ買ってるやんって思いますけれど、今回の主役はこちらモーニングプラスです。まずね、何が言いたいかっていうと、目覚める方法を改善したいという動画です。私たちは多分目覚まし時計を使って大体起きている人がほとんどですよね。ただ目覚まし時計の起こす手段っていうのは音だと思います。アラームを鳴らすこと、ピピピピピピって、これが実は人間の体には非常によろしくないということが言われています。まあ、睡眠には体内時計とかホルモンバランスの変化とかいろんなものが関わっているんですけれども、今回の動画では簡単な説明をさせていただきたいと思います。人間は古来よりどういう風に目覚めるのが自然だったかというと、日の光によって起きるのが自然でした。日が昇ってきて明るくなってきて、その光の刺激によって目が覚めるっていうことが一番気持ちが良くて自然に目が覚めててストレスがないです。一方でアラームピピピピピピとかなんか大きな音とか振動で起きるっていうのは、はっきり言って異常事態、危険事態になるわけです。例えば肉食獣が襲ってきた時のガオーっていう音でビクッと起きるみたいな、危機管理能力によって起きているのと同じことが起こります。それってかなりストレスなんですよ。毎朝毎朝肉食獣に襲われるんじゃないかっていう、そういうストレスによって起こされるっていうのは、かなりね、体に負担がかかることだと思います。ということで私たちは光によって起きるのが適しています。ただ、メディアとかで取り上げられている光目覚まし時計って1万円とか2万円とか膨大な値段がするんで、それは避けたいところですよね。そこで今回私が紹介したいのがこのカーテンを自動で開けるための商品です。じゃあ開けていきたいと思います。よいしょ。はい、こんなちっちゃいものが出てきました。これをカーテンのレールに取り付けるわけです。このボタンを押すとね、上の、歯車が90度曲がってくれますので、ボタンを押しながら、カーテンのレールに挿して戻すということによってレールにこれが取り付けることができますと。実際にやっていきたいと思います。レールにアタッチメントを取り付けて離す。はい、これで完成です。あとはまあスマートフォンなり Google ホームなりの制御によってこれが自動でこうグイーンって行ってくれるということです。まあ、実際にかましてほしいのはこのカーテンのひだとひだの間ですね。でここにかますことによってこう自動で動くことでこう閉まったりこう勝手に開いたりっていうことが可能になります。はい、今はねタイマーを設定しました。現在時刻は12時47分なので、12時47分になったらカーテンが自動で閉まるような動作を設定しました。そうするとね、こうやってウィーンって言ってね、だんだん閉まっていってます。閉まる時間も自分で設定できて、およそ18秒間かけてゆっくり閉まる動作をして設定しました。またね、これ開く動作もスピードを選択することができるので、例えば朝起きる時もゆっくりゆっくりカーテンを開けるということを指定することによって、ゆっくりね、日の光を部屋に取り込むことができます。そうすると目覚めも、良いというふうに言われています。またですね、閉め切ったカーテンについては、実はこの製品は簡単にこう開けることができます。力がいらないんですよ。
なんでかっていうと、モーニングプラスに取り付けられているタイヤの部分が、中に締まってくれるためです。だからこうやってほら動かしやすくなっています。はい、ということでモーニングプラスの紹介でした。いかがだったでしょうか。今回の動画はこれで終わりにさせていただきますが、実はこのリーモミニとか Google Home を使ってよりね、あの家電を便利に制御することが可能です。例えばリーモミニだったら外にいてもカーテンの開け閉めをできたり、エアコンの温度を調節したり、電気のオンオフをできます。また Google Home を使うことによって自分の声でね、あのカーテンの開け閉めができます。例えば今ね、ここでね、OK Google カーテンを閉めてって言ったらカーテンが閉められるとかですね。これだったらわざわざ自分が歩いて行かなくて済みますし、もうリモコンがどこにあるかで迷う必要がないんですよ。ということで今回の動画も見てくださってありがとうございました。健康に関するガジェットっていうのはね、どんどん取り入れていくと生活が豊かになると思います。ただこのガジェット操作とか設定が難しいんじゃないのかっていう疑問もあると思うんですけれども、安心してください。これはグッドデザイン賞を受賞したかなりね、使い勝手のいいものになっていますので、ガジェットに詳しくない人とか機械音痴の方にとっても使いやすいものになっています。保証できます。ぜひね、これが気になった方はね、動画概要欄の URL リンクから飛んでみて購入を検討してみてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。